はいどうも皆さんこんにちはバイオリン道場へようこそ今日のバイオリン道場はバイオオリンビオラのの展示会のお知らせです、えー、この展示会はですね、えー、今年2022年の10月の27日から30日今ですねちょっと僕こちらにおけましてこの辺に出しておこうかと思いますが、えー、27日から30日、えー、ですねなので木曜日から 27282930なんで木金土日と、えー、行われる展示会となっておりまして、えー、これはですね、えー、東京のの日暮里で行われるものになっております、えー、っとその会場の場所などは概要欄に貼っておこうと思うんですが、えー、この展示会はですね日本人作家さんつまりバイオリンとかビオラを日本人で作る作っていらっしゃる方がその作品を展示して 購入もしていいただけるとうこの絵を何で紹介するかっていうと、まあ、そもそも日本人の作家さんをがあまり知られてないっていう現状もあってであとは僕の知り合いの作家さんが1人いらっしゃるということでその方からもしよかったら 洗練してもらえないかという依頼を受けて喜んでということでこのように動画を撮っているという次第になりますちょっとですねその方からのメッセージが届いているので読み上げさせていただこうと思いますこの職人さんは大橋徹さんというバイオリン職人でまだ30代かな結構お若い方なんですが結構僕はこの方のバイオリンはいいなと思ってます僕は持ってないんですけどねまだ じゃあちょっと、ね、読み上げさせていただきますね。えー、皆様こんにちは私たちはコンテンポラリージャパニーズバイオリンメーカーズという日々の活動の発表の場を求めて毎年新作バイオリンの展示会を行っております他のバイオリン展示会と大きく違うところは小さな展示会場や制作家との距離感が近いところです それはバイオリンを演奏される人とバイオリンを作っている人がコミュニケーションをとることで何か新しい発展があるのではと考えたからです。早いもので今年で第7回目となります。これまでに様々なお客様に演奏していただきたくさんのご意見ご感想をいただきました。それらは次に制作する新たな楽器の糧となりより良いバイオリンへとつながっていっております。本年も演奏者 制作家との新たな出会いが生まれる展示会にしたいと思っています寺町美術館にて皆様のご来場心よりお待ち申し上げております補足ではありますが展示してあるバイオリンは全てお求めいただけますということになっております、えー、ですのでまぜ、あ、ひですね、えー、まあ、東京に住んでない方だともしかしたら来るの難しいかもしれないんですが、えー、もし東京にお住まいの方でね、えー、行ってもいいかなと思われる方 いいららっっっしゃったらぜひ行ててみてくださいまたですね、えー、もしこの,なあの動画見ていただいてる皆さんの中に、えー、ちょっと楽器を考えてみたいなと購入も含めて検討したいなという方がいらっしゃいましたらこういうところに足を運んでみるというのも、えー、一ついいことかなと思います何かねもしかしたらいい出会いがあるかもしれないと思いますでですねえっ、ー、と僕自身はどうなんだというとですね僕自身は29日土曜日の「 本当に夕方終わりごろに一旦出没します、まあ、ちょっと5時までなのでもう本当にギリギリに,にはなるかと思うんですが、まあ、4時半とかに行ければいいなというようなつもりでおりますであと次の翌日最終日の30日は、えー、ちょっと午前中、まあ、11時からなんですけど12時過ぎぐらいまで、えー、展示会の方に、えー 顔出そうと思ってますのでもしよかったらですね、えー、そこに来ていただければ、えー、お会いすることもできるかなというふうに思っております、えー、いろんな制作家の方との、ね、距離も縮まるのではないかと思いますしあ日本人の方でもこういう楽器作っている方いるんだという新たな発見にもしかしたらなるかもしれません。 ということでね、ちょっと長くなってしまいましたが、えー、概要欄の方にも、えー、情報を貼っておきますので、もしご都合をつく方いたら、えー、無料で入れますので、えー、足を運んでみてはいかがでしょうか、えー。また、ぜひですね、この会場でお会いできたら嬉しいです。というわけで、今日の動画は以上になります。もしよかったらお越しください。さよなら。